さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋坂です。今日のイーカーライフ動画はこちらになります。さあ来ましたよ。まあこちらヤリスですよね。もうこれはもう十分皆さんもご存知だと思います。といっても僕もまだヤリスレポート6速マニュアルしかしてないので、まあ今度機会があったらあのハイブリッドともお伝えします。で今日はこれプロトモデルではありますけどヤリスクロスになりますよ。なんか結構こう存在感ありますよね。もう僕パッと見た時にあれと思ったのが、これヤリスは5ナンバーサイズじゃないですか。これ5ナンバーサイズじゃないんですよ。こちらこのヤリスは1695です。これ幅で、それに対してこれ70センチ広がっているので1765なんですよ。左右それぞれ35ミリずつ広がっているんですよ。それがやっぱりヤリスクロスの中では特徴ですよね。で例えばここのボンネットのカットラインからここの張り出しとかもほら全然違いますよね。やっぱり相当広がってるんですよ。でこのフェンダーモールもついてますもんね。さあまずはベースとしてどうですか、このデザイン皆さんどう思います？僕はロッキーライズあるじゃないですか。ダイハツとトヨタで協業で作ったコンパクト SUV があるじゃないですか。でそれと僕はこのヤリスクロスの話を聞いた時に、もうヤリスとこれ、ヤリスクロスとこれロッキーライズって被るじゃないかって思ったんですけど、これちょっとね被らないですね。あのデザインテイストもちょっとこちらアーバン風ですよ。ロッキーライズの方はどちらかというと本当クロスカントリー風というのかな、こっちは都会をメインとしながらなんかちょっと洗練させたような、だから泥臭いような感じはちょっと似合わなそうですよね。逆にロッキーライズはもうなんか男勝りでガンガン使ってこうぜみたいな、そういうデザインに感じますよね。改めて後ろもなんかこの辺りがやっぱりちょっとおしゃれを覚えた SUV みたいな、そんな感じですよね。あのロッキーライズがおしゃれじゃないわけじゃないんですけど、なんかどことなくロッキーライズってやっぱその武骨感っていうんですかね、なんかその力勝りなところがすごいにじみ出てますけど、なんかこっちちょっとエレガントに、いや元々は、ま、なんか武骨なんだけどもちょっとおしゃれ覚えましたみたいな、ファッション覚えましたみたいな、なんかそんなようなテストですか。まあ何にせよだから SUV ベースだからタフな道も走れるんですけれども、都会派向けみたいな、まあそういうような本当クロスオーバースタイルというんですかね。だから本当ちょうどラブ4対ハリアーみたいな感じですよ。こっちハリアー、ラブ4がロッキーライズ系ですよっていう、そういうようなニュアンスで捉えてもらうと分かりやすいと思います。ほらここもすごいですね。なんかモリモリっとしてるじゃないですか。ここも特徴的ですね。なんかちょっと CHR を思い起こさせるような、なんかこの辺りのラインとか CHR 系をちょっと思い起こさせる感じですよね。スポーティーでもあり、やっぱここ特徴的ですね。これ結構質感高いですね。で最低地上高は170です。フロントのメンバーサスペンションメンバーのところが一番低くて170ですね。ちなみにロッキーライズになると、あれで190ですね、最低地上高は。なので最低地上高ベースで考えたらヤリスクロスではなくてロッキーライズだから、こういったところも含めてキャラクターがそれぞれ明確だなとは思いますよ。でタイヤとしては16インチ18インチ、今日見てる中ではありますけど細かな仕様とかはまだ出てないのでね、はい、今日見た中でお伝えすると18インチは215018ですね。ダンロップタイヤのエナセーブがついております。はい、サスペンションはフロントは、はい、通常のストラットですね。で後ろ行った時に、はい、まあ、同じく、18インチですね。サイズも一緒ですよ、215の5018です。サイズはサイズはじゃないや、サスペンションは普通の中間ビームですね、はい、トーションビーム式ですねになっております。だからこれ四輪駆動じゃないですね。ほら四輪駆動じゃないです。さあまあという、まずはもうベースとしてはちょっとロッキーライズとは全然キャラクターは違うという形で喧嘩せずに、本当ハリアーとラブ4が共存するかのような形で、多分このコンパクト化市場も共存すると思いますね。じゃあ見ていきましょう。そうだそうだ、ちょっとその前にこれは伝えたい。さあ鍵持ちました。さあ鍵を持ってそのまんまシュポンとシュポンと
っぱ鍵を持ってこれリモートでオープナーがつくはずなんですけど、鍵を持ってます。そしてほらほらパワーバックドアですよね、これスイッチがついてますよ。なので足を差し込んでポンって開きます。結構ほら操作スピード速くなりましたよね。あ、いいじゃないですか。もっと速くなっても、あ、いいじゃないですか。あとはこの音を消せるか消せないかとか、この音をこんないらないです。夜中に帰ってきた時にバレちゃうじゃないですか、この音でピーっていう。あー、うるさいうるさい。でも早い、早いのはいいぞ、早いのはいい、これはいい。でハイブリッドなので、はい、 100V の充電もついております。これオプションかもしれないですけどね。そしてここ6対4分割ではないですね。ハイブリッドだとこうなっちゃうってことですか。これ後で聞いてみよう。6対4分割でこれ床下下げられないのかな。でこれいっぺんに閉めることができるようにもなりました。いや、しかしうるさいほら、でこれ鍵も閉まってくれましたね。今ハザードランプがついてくれて、はい、鍵も閉まってくれました。さあ、ついてないですね。これ要は細いので、これパワーゲートじゃないので、ほらボタンもないので、ベースとしてはこれ広いですよ。4100ちょっとのこれ全長で考えたらこれ広いですね。車内とってもパッケージング高いと思います。このシートの上面、ちょうどこのだから上の絞られてるところまでのエリアで考えても、これで400リッター弱あるんですよ、これ。なので十分なるこれ積載容量ありますよ。でこれちょっとからくりがいろいろあって、6対4分割のシートとか倒れますとかあるじゃないですか。今回は4対2対4ですよ。なので中央だけ倒すこともできます。今何気なく僕後ろからやってますけど、やっぱりコンパクト SUV の魅力で、まあちょっとジーパン、まあ当たるか当たらないかぐらいで手伸ばしたら簡単にこれシート倒せるので、なのでこういうサイズ感いいですよね。後ろから簡単に操作ができる。ちなみにパッと今見て思うのは、トノカバーがつかん、つかん、お、トノカバーはつかないっぽいな。これなんだろう。まあこのあたりはちょっと正式に車が登場した時点でもう一度チェックしましょう。目隠しは欲しいですよね。まあでも外から見られたくない荷物はこの床下収納、はい、ここにしまうというのもできます。でこの床下収納がほらこういう6対4分割なんですよ。これありそうで今までなかったですよね。6対4で片方だけ落とすとか、片方そのまんまとか、こういうのができるという、ちょうど手のひら1枚ぐらいな高さ感ですかね、この床下としては。はい、これでフルフルに下げた状態で、ちなみにこのさらに下は、あ、パンク修理剤とかですね。まあ荷物を置けなくはないですけれども、はい、パンク修理剤等が入っております。よいしょ。でまあこれで高さがある荷物を詰めると。でちなみにこれ結束バンドが、はい、ついております。これでだからここに荷物を置いた時にガタガタしないようにこれで絞るわけですよ。これ結構簡単ですよ。ほらこれでもう簡単にどん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 絞れますもんね。ほらもう片手で。じゃあフラット、さあ、よ、ほら簡単。じゃあフラット形状を求めて、へえ、いいじゃないですか。このフラット形状かなり広いですね。あとちなみにシートを起こした状態、あ、後ろから行けちゃった、すごいな。シートをこれ倒した状態でも、ここここここが抜けているので、実はゴルフバッグドライバー抜かずともここに2本も入るんですよ。まあこのあたりはまあトヨタなんやかんや言いながらも、ゴルフバッグの積みやすさとかはそのあたりは全国の様々な、オーナーの方々が声が多いので、まあこういうのは叶えてますよ。なのでそういう実用性も踏まえながらの形状をしております。これ、はい、なんとなく覚えておいてくださいね。じゃあ片方倒しましょうか。この形状で、じゃあヤリスはどのぐらいの荷室かって言ったら、もう5ナンバーとサイズは全く違いますよ。ほら全然ちょっと違いますよね。やっぱこの奥行き感も違いますよ。もうサイズが一回り違うので、うん、
だから僕これヤリスクロスってなってますけど、ヤリスクロスってヤリスじゃなくてもいいんじゃないのかなってちょっと思いますけどね。はい、そのぐらい全然車格が違うんですよ、こういう風に見ると。やっぱり全幅で70ミリも違うと車格は変わりますよ。じゃあ後席行きましょうか。まず運転席、僕のポジションに合わせます。さあでは後席行きましょう。後席この辺りのラインやっぱ特徴的ですね。まあ個人的にはドア開けやすいとかで言ったら、まあこんなここ鋭角に尖ってないよりかは、うん、普通の形状の方が乗り降りはしやすいと思うんですけど、まあデザイン性の部分ですよね。まあでもこういうのいいと思います。こういう個性あっていいんです。こういうとんがった感じでいいじゃないですか。あの例えば乗り降りだけで言ったらここも絶対広がってた方がもっといいんですよ。でもこういうのを言っていくとデザインとかがどん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 またつまらなくなっちゃうんでいいんです。この車かっこいいじゃないですか。だからこういうデザイン性をやっぱりちゃんと僕はうん、なんか拍手を送ります。まあでもこういったところが欲しかったら、だからロッキーライズとかの選択もありますしね。あちらはここもう少しボカッと開けているので、乗り降りとか考えた時に、まあ言うなればだからこちらちょっとクーペスタイル的な、うん、ちょっとフォルムでもありますよね、 SUV の中でも。だから本当なんかハリアー対ラブ4みたいな、そんな構図が見え隠れします。さあまあここはいつも通り、まあ変わらず、はい。シートは、まあ足元は楽に入ります。まあこれはいいですね。で、シートの座面の高さも十分ありますね。膝の曲がり具合とかも十分ですね。あ、このあたりいいですよ。で、シート全体的にちょっと柔らかめです。うん。柔らかめなので、このあたりも悪くはなくて、で、ヘッドレストの高さ、ヘッドクリアランスはこんな感じ。手のひら2、3枚ですかね。横でも、あ、横で入りますね。ギリギリ横で入るぐらいですよ。いいじゃないですか、これ。まあ、強いて言えば、ちょっと個人的には、柔らかすぎかな。少しそんな毛はありますけれども、まあ、これは、まあ、皆さん自身好みがあると思います。あと、個人的には、この素材が、ファブリックのこれ素材ですけど、これあんまなんか、まあ、好きではないかな、僕は。まあ、個人的な主観ですよ。ちょっとなんか柔らかいのと汚れが詰まりそうというのか、うん、これわかります？すごい手の込んだ折りをしてるんですけど、これ柄物なんですけれども、でもなんかちょっと、うん、これ、まあ、商品になった時にもう一回見てみましょう。はい、ドリンクホルダーあります。これ今センターの部分をだから倒した状態ですよ。だからこれ兼用なんですね。で、そうするとほら荷物室ガラーンと。これリクライニングは？リクライニングはないです。はい、もう完全ワンノッチで固定式です、背もたれは。さあ、そしてこの辺りはまだ脂肪が入るのかな？いや、入らないな。これ最終仕様ですね。うん、まあでもそんな悪くもなく高級感はないですけれども、まあそこまで質感が、まあプラスティック感がもう満載ですけれども、まあ値段的にもいいのではないでしょうか。僕は勝手に値段はダイハツと一緒に作ったロッキーライズ系と比べるとプラス2、30万じゃないのかななんていうのを勝手に思いながら、まあでもこれコンセプトが違うので同じ価格帯でももう潰し合いとかないですよ、これ。まあ早くプロトじゃなくて出てほしいですね。うわ、剛性高っ。うん、剛性高い。さあ運転席です。全部がこのメーターになるかどうかは僕知りません。あのグレードによって違ったりはあるかもしれないですけど、これガソリンモデルなので6800回転でレッドゾーンですね。で、ガソリンモデルでもこのセンターに大きなメーターが表示されます。運転支援もバッチリついております。あ、なんかここ面白い。これで来るのかな。なんかこれ再生可能素材っぽいけど、うん、この辺りヤリスと一緒ですね。うん、なんかホラガイみたいな、なんかこんな形状。はい、でセンターモニターがあって、ここ小物置ですね。うん、でエアコンで USB にシートヒーター、クーラーで、あー USB、 はい、あ、充電の USB と接続の USB か。で小物入れ、ここちょっと傷つきそうですけどね。まあどういう風に市販モデルがなってくるか、このままかもしれないですけどね。
はい、ドライブモードあります。で、パーキング、電動パーキングですね。で、ホールドボタンもあります。このあたりもいいですね。全体的な、はい、助手席周りのデザインこういう感じですよ。このあたりはなんかちょっとヤリスとも被るとこですね。うん、まあ当然ですね、ヤリスクロスですから、だからヤリスの上に成り立っている車ですので、なんかやっぱこの質感というか、これがなんだろう、ちょっと、いやいや、別にタイはないですよ、タイはないですけど、ちょっとご年配の方々向けな、このなんかちょっと質に感じるんですよね。なんか外見であるとかは若々しさとかが、こういったところのメーター周りの作りとかも先進的で若々しいじゃないですか。若々しいのに、なんかシートのこの柄だけがちょっとそれと反する感じが僕はあって、そこに少しなんかミスマッチ感があるんですよね。まあ言いたい放題です、いつもと一緒でございます。さあ、そして最後、いや重い、なんかもうちょっと大きいエンジン詰めそうな雰囲気もしますけどね。これ 1.5 リッターの直産なので 1.4 リッターでガンガンちょっと欲しいですね。しかも 1.4 リッターターボとかこれに積んだら面白そうですね。 GR とかはそうなるのかな。間違いなく GR 出ますよ。これもう先ほど乗りましたけど、このプラットフォームすっごいですよ。で、何がすごいかって、電動パースの味付けもすごいんですけど、レインフォース、これ黒いのレインフォースですよ。これ合成体です。これこの辺りも強いんです。え、本当こんなでかいの。ちょっと熱くて触れない。あっち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 、もういや、まあでも何にせよすごいですよ。うん、極太です。いいと思います。はい、というわけで今回は、トヨタの新型ヤリスクロスのプロトモデルですねの、まずは内外装紹介の動画でした。結構ヤリスとは全く違う形で、僕はなんかヤリスクロスってヤリスって名前を別につけなくてもいいんじゃないのかなと、そのぐらい結構魅力的な車として出来上がっておりますね。まあもちろん商品にならないと最終判断はできないですけど、次は商品になったら価格も含めて判断して、いろいろとお伝え、グレード構成も含めてお伝えしていきたいと思います。と同時に、まずは内外装だけではなくて走りの動画も作りましたので、そちらもご覧ください。ではまた、チャンネル登録よろしくお願いします。ではイーカーライフを。